どうも、ビーシュのカイザとよしきです。久しぶり、今日も頑張っていきましょう。あー、見てください、この景色、雪結晶。今日はね、北海道に来ています。はい、北海道のどこですか？網走。網走積雪2センチぐらい。今日はね、冬の弓道がどんなもんかっていうのを動画でお伝えしようと思います。寒いね。寒い、寒いね。やっぱこの寒い時は極暖ヒートテックが役に立ちます。うんうん、大事。なんかあったかい、そんなに、まあ、今日は風がないっていうのもあるかもしれないけど、弓道って大事なんだ。手の内が寒くなったら厄介です。今何が課題なの？今、課題さんたちより中敷きに外れそうになってちょっと怖くなっちゃって。寒いね。ほんと寒いね、今日は。冬はさ、ハロゲン出してさ、うん、出して手の内ちゃんと温めないとさ、うん、かじかんで全然弓引けないよ。そうだね。こういうところが冬の過ごし方ある。大体みんなハロゲンに集まってくれる。楽しみたい。離れが、うん、わかんない。ピッて出てるよね。こう変な離れめちゃくちゃだ。はい、お疲れ様でした。お疲れ。いや、冬の弓道はさ、空気が澄んでて粒の音がとても響いて非常に趣深いですね。いや、だけどね、やっぱね、手が乾燥しちゃってやっぱあの弾いてる時痛いんですよね。そうだね、うん、そことあと足が寒いから床暖房つけてほしいってところはあるかな。わかる。それでは春が待ち遠しいですね、うん、以上、ビーフシチューの動画でした。いいねボタン、チャンネル登録お願いします。